島第一原発の処理水放出について東京電力は早ければ来月上旬にも2回目の放出を始める予定です。処理水の放出により価格は下がり販路が縮小した三陸産のホタテ、追い打ちをかけるように猛暑の影響が生産者を直撃しています。気仙沼市のホタテ養殖業者、小松博文さんです。例年であれば夏に出荷する分の水揚げ作業を終えている時期ですが、今年は3分の1のホタテが水揚げできていません。8月に売りたかったやつですね、まあ、9月の頭くらいまでには売り終わるだろうと思ってたんです。ただその時に、アルプス処理水の放出ということで、出荷が全然ストップしちゃったもので、で私たちはちょっと 今混乱している状態です。中国は原発事故の直後から宮城産の水産物の輸入を停止する措置を続けていますが、今回の措置でそれが全国に拡大。特に単価が安い北海道産のホタテがこれまで以上に国内市場に流れ込んだことで三陸産の注文量が減り、小松さんは予定していた出荷量の9割近くが出荷できていない状況です。また買取価格は今年5月には1キロ当たり550円でしたが、処理水放出後は400円に下がったままで、この価格では月の売り上げが500万円近く下がります。さらにこの状況に今年の猛暑の影響が追い打ちをかけています。このようにホタテが死滅しているわけなんですよ。で、この貝って中綺麗ですよね。ってことは最近死んだっていうことなんですよ。それは水温のダメージ。で今で、だいたい24度くらいなんですよ。この時期はもう21度とか20度になるのが普通なんで、まあざっくりですけど1割から2割ですかね。こうした中、東京電力は早ければ来月上旬にも2回目の放出を行うとしています。3度ほど東電さんの方とホタテ部会は放出後に話し合っていますが、まあ、私たちの予想をはるかに下回った額の提示ということで、私たちはどうしてもそこを譲ることは今のところできません。